前回は取り回しで立ちボケする原因を挙げてみました。リアブレーキちゃんと踏みながらクラッチしてくださいね。推進力がないとバイクって勝手にこけます。もう次、それはわかるけど実際8の字怖い、できん。わかりますわ。次、よくある失敗方法なんですけども、後で別撮りで、応用地撮りとか撮ってますので、そっちの参考にしてみてくださいね。はい、バイク初心者の方で、小旋回が嫌いな人、8の字が嫌いな人いっぱいおると思います。言われてもできんわって感じなんですけども、そういう人をちょっと見返してもらいたいんですけども、ハンドルガチガチじゃないですか。ハンドルガチガチで僕ちょっと8の字やってみますね。あら、まあこんな感じ。はい、今よいしょ、さっきもまたこけたんですけども、今さっきのはハンドルをもう切らさず、もうガッチガチの状態で8の字してみました。速度が落ちた状態でバンクすると今のようになります。じゃあどうせんようにやる、ハンドルを切らせてやってください。ハンドル切らせてやるとバイクって起き上がるんですよね。こんな感じかな。まあこれが怖いって方も多いとは思うんですけども、セルフステア講習の時もやりました。バイクは傾いた方にハンドル切れます。この腕の力をこんな感じで力を抜いておくというか、ハンドルが切れても腕をその通りに追従させてやるというか、左右のステップにこう体重乗せたってバイク曲がらんでしょ。この時に腕の力を抜いておくとすんごい自在にハンドルが切れます。これ左右のステップに体重を乗せてます。別に特に難しいことはやってないです。やってるとしたらハンドルの持つ力を若干抜いてるぐらい。この力入れたって何、バイクなんて動く、傾かんし曲がらんし。はい、ですね、ちょっと僕安全競技の走行は初心者なので、こういう応用地取りっていうね、低速、もうこれこそ低速走行ですよね。こういう時に大事になってくるのがやっぱりハンドルをこう切らせてやる。あら、インストやん。応用地取りもちょっと僕初心者なんですけども、はい、減点。まあ、こういう時にハンドルガチガチだとやっぱりきついので、まあ、こんな走行を見たらね、安全競技のベテランの方からめっちゃ指導を受けそうなんですけども、やっぱりこれこそフルロック、フルロック、低速走行、低速走行の基本ですよね。
なんでええんかな、練習的に、まあ、後方確認してから行こうかな。はい、減点。はい、減点。はい、減点。と、まあちょっと参考にはならんけど、まあ低速走行でもこういうハンドルを切っていけば廃炉には当たるけど転倒してないんですよね。なのでガチガチ初心者の僕でも低速走行はこけずにできました。まあちょっとこんなこと言うと、反感食らうんですけども、ハンドル切らせてやれば低速走行でもこけることが少ないです。という感じで、低速小旋回の転倒するシリーズでしたけども、いかがだったでしょうか。よくジムカーナでいろんな人があれした方がいいよ、これした方がいいよっていうのは、やっぱり上手くなってほしいから、でもわからないんですよね実際。言葉で言われても頭ではわかるけど、実際やったら怖いし転倒怖いし体が逃げちゃうんですけど、今の低速走行では、まあ、簡単に力を抜けば転倒は減るかなと思います。ということで、はい、いろんな人が教えてくれますので、耳を傾けていろんなことにチャレンジしてもらえたらうまくなるんじゃないかなと思います。ということで、島の、島トレーニングのコーナーでした。ありがとうございます。